今日は伊勢市の話題をお届けしますまずはじめは読書の秋ということで伊勢市が取り組む伊勢市子ども読書支援プロジェクトについてご紹介いたしますスタジオには伊勢市教育委員会事務局社会教育課の宮沢優子さんにお越しいただきました宮沢さんよろしくお願いいたしますお願いいたします さてさて宮沢さんあの伊勢市が取り組む伊勢市子ども読書支援プロジェクトこれはどういったものなのか教えていただけますでしょうかはい。えまずは専門人材の配置、はい、それから学校図書館と公共図書館の連携、はい、そしてモデル校での実証事業などによりまあ、子どもたちの読書支援のあり方を探りまして、うん、そして実現していくものとなっておりますまあ、ざっくりと言いますと、はい、まあお子さんたちにもっと本を たくさん読んでねというようなことなんでしょうか。はい、あの本を読んでくださいねというところももちろんなんですが、はい、まあ本を含めた情報というものをまあ子どもたちがきちんと扱えるようにしていきたいとそう,そういったものです。はい。で今ご覧いただいておりますがプロジェクトがたくさんございますが、まず一つ目の項目ですねえ。専門人材の登用配置とあるんですが、これはもしかすると。 はい、はい、私<あ>宮沢です。はい、そうですか。あの、はい、今年の4月から、はい、その子ども読書を活性化担当として先生の方に着任をいたしました、はい。ちなみにあのどちらかいらっしゃったんですか？あの長野県。 はい、から参りまして、本当ですか。単身赴任中であります。ようこそ三重県に、はいらっしゃいします。<laughs> そうですか。えっ、ー、と以前はどういったお仕事というか<あ>されてたんですか。はい、あの、はい、長野県の地元でですね、はい、ええー、学校所とそれからあのその自治体にですね、子ども読書支援センターがありましたので、はい、そちらの支所として勤務をしておりました。 でこれまたどういったご縁で三重にそして伊勢にいらっしゃったんですかはいあの、はい、今回のプロジェクトに際しましてですね伊勢でお仕事をさせていただくということでこちらの方へまいりました。でですかか、はい、ちなみに三重での生活はいかがですかはいいが 成人 <laughs> 宮もすぐ近くですし、いいね、海もありますし、はい、はい、楽しく過ごさせていただいております。よかったすはい、で、その宮津さんがその、まあ、任されたミッションというか、そういうのはどういったものなんですか。はい、まずはですね、はい、あの伊勢市の状況を分析しまして、まあ、その課題に合わせて。さまざまなプランを練りまして、うんうん、そして、まあ。 子どもたちの読書の支援のためにさまざまな事業を展開していくと、はい、そしてそういったマネジメントをする部局の構築ですとかそういった人材の育成まで。 私のミッションであります。いっぱい任せられたお仕事ありますね。はい、<laughs> 人材の育成まであるということなんです。はい、で、えー、っとですね。続きましてなんですが、2つ目の項目でございますねえー、公共図書館と学校図書館の連携とございますが、これはどういった取り組みなんでしょうか？はい。はい、あのー？ 公共図書館の方がね規模が大きいですが、はい、まあ学校図書館でもさまざまな教育活動をサポートしていきますので、はい、そうしますと、まあ、学校図書館の規模だけではそれが難しいとあ<ー>それでまあ資料の提供ですとか、はい、レファレンス調査のことなんですが<ー>そういったものを公共図書館の方にまあお願いをすると。はい、で逆にですね学校図書館からは、まあ、学校図書館ではどんな資料が必要なのかというような情報を公共図書館側に提供するというそういう意味で連携をしています。 を進めていくと、そういったことです。まあ、それがその学校図書館のその、まあ、機能だったり、そういうのの底上げにつながったりとかするんでしょうか。はい、その通りですね。<ー>はい。そうですか。で、それ具体的にそういう、なんか、その学校図書館の機能っていうのは、どういったものがあるんですか。はい 学校図書館の機能は実は読書セセ、はいえー、センン、はい、ンタタターーーと学習情報この3つがあります、はい、そしてこの3つがまあバランスよく機能をしていて初めてちゃんと学校図書館としてまあ学習のための支援ができるというところなんですね。ですから本が並んでいるだけでは、まあ、学校図書館とは言えず3つの機能があってこそなんですが。 ただ図書館って本を読むとか、はい、借りるだけの場所というような、ねうん、あの認識がされていることが多いですよ、ね、そうですすよよねそうここまで学校図書館にその奥が深いものがあるというのはただもう本を置いてるだけみたいなイメージだったんですけれども実はです、ね、今年の夏なんですけれどもあの宮沢さんを講師にです、ね、伊勢市の高校生そして大学生が参加してワークショップが開かれたということなのでちょっとこちらの映像をご覧ください。 はい、今映像が流れていますが、はい、これはどういった内容のワークショップなんですか？はい、あの、先ほどお話しした学校図書館の3つの機能を体験をしていただくと、<お>そういうワークショップです。これは学生の皆さんにはどういった？これ課題というか、なんかやってるんですか？皆さんでそうですね。はい、えっと読む。それから調べる<お>知る。考える、はい、作る。それから楽しむテスラ部といったね。ええ、こういったものを。 まあ図書館で,で全部できることなんですが、はい、体験していただけるミニワークショップを6本させていただきました。 まあ百科辞典を引いたりですとかスマートフォンでデジタルで本を読むとかそれから論文を読むとかそういったようなことを体験をしていただきましたへ<ー>、はい、そのなんか書籍紙じゃなくてそういうデジタルのものももですねそれからあのスマートフォンで 3D データを取るなんていうことも簡単にできるんですけれどもそれも情報ですのであデジタルのアーカイブ ということで図書館が扱うものになってきます。なんか時代とともに何かその取り扱うものもなんか増えてったり進んだりするんですね。はい、で実際にですね参加した学生さんに感想を聞きましたご覧ください。その本を読むだけのところだと思ってたんですけど、今はボードゲームをしたり、そうなんか作品を作ったりするようなところがあるって知って。 今度ままたた行ってみようっていういいに思いました紙で本を読めってことしかあんまりしてこなかったからなんか「電子図書」とかあとなんか CD に入ったそれも本っていうのを聞いてすごくびっくりしたのを覚えています。まあそのさっきのようなワークショップみたいな感じでまあその他の人と話し合ってでまあそ,のそこから新しい発見が得られるようなまあこれまで個人で本を開いたりとかして。 しかまあなんか発見する方法がなかったんですけど、実際にワークショップとかを通して知識を蓄えるっていうまあ手段と言いますかっていうのを得れることができたかなと思います。はい、学生の皆様もいろいろなね発見があったようですけれども、さて学校図書館の機能向上に向けてその実際の取り組みも始まったようですね。はい。はい えまず4月から5月にかけてですね、はい、えっと伊勢市内22の小学校があるんですが、はい、そちらの方で状況調査を行いました、はい。でそして今月からですね、市内3つの小学校の方でモデル校実証授業が始まります。その実証授業というのはどういったものなんですか？はい、はい、あの学校支所が今は週に1日程度配置されているんですが、はい、それはまあ3日に増やしまして<ー>、そしてまあえ3つの機能のうちの。 学習センターそして情報センターの機能を、まあ、高めていきます、はいえー、そういったものがどのように教育活動に影響するかというのを、まあ、あ<ー>見ましてですね、はい、その、まあ、検証結果をもとに例えば適正な、えー、師匠の配置日数ですとかん<ー>本のね蔵書の量がどのくらい必要なのかとかそういったところを、まあ、見ていくと<ー>そういったものです。 伊佐治さんここまででで伺っていかがですかがすすそうですね、はい、まず学校図書館に3つの機能があるっていうのを初めて知りましたし先ほどの学生さんのこうインタビューの中でワークショップとかが開かれてこう意見交換することができてすごくいい経験になったって話ありましたけどやっぱり図書館ってただ本を読む場所、はい、勉強する場所ってイメージがあったんですけどこういったねこう違う取り組みをすることによって新たなこう図書館の見方になるな つながるなって思いました。ね,ねそうですよね。どんどんこう広がっていく知識学び、うん、そして経験がね広がっていく素敵な場所だなというふうに思いました。で,ね、では最後になりました、えー。今後の方向性をお聞かせいただけますでしょうか。はいはい、えー。検証結果をもとにですね、まあどういう学校図書館それからどういった子ども読書支援ができるのか。 そういったものを見定めて具体的な施策として実現をしていきたいと思っておりますはい、ありがとうございます、はい、あの学校図書館のそのあり方についてですねいろんな発見が ございましたね。で、今後の伊勢市のその取り組みについても注目していきたいなと思いますし。まあ、個人的に私は、やっぱ、あの伊勢市のお子さんが羨ましいなというか、<laughs> 私も子供の時に。あの、なんか、ね、宮沢さんのような大人の方に出会いたかったなっていうふうに思いました。ありがとうございます。はい、さあ、ここまではですね。伊勢市教育委員会、社会教育課の宮沢優子さんに、伊勢市子ども読書支援プロジェクトについて、お話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 この後は伊勢市が推進するインクルーシブスポーツについてお伝えします僕たちの未来に踏み出していくんだ瞬間見え今日は伊勢市の話題をお届けしています後半は伊勢市が取り組むインクルーシブスポーツの推進についてお伝えしますスタジオには伊勢市教育委員会事務局スポーツ課から村瀬優斗さん そして工学館大学四年生の宮田幸さん同じく工学館大学四年生の峰田彩さんにお越しいただきましたお三方よろしくお願いいたしますよろしくお願いします伊勢市ではですね年齢や性別障害のあるなしに関わらず誰もが一緒に楽しむことのできるインクルーシブスポーツの推進に取り組んで今年で三年目と伺っておりますで、村瀬さんまずですね その目の前にあります。このボールって言うんですか。これ、私、あの、初めて生で拝見したんですけど、これは一体何ですか。はい、はい、こちら、インクルーシブスポーツの一つでもあります、はい。ボッチャという競技で使用するボールになります。あ,あ、そうなんですね。私あ、あボッチャは、あの、映像とかで見たことあるんですけども、実際、その赤、白、青なんですね。 はい、へで結構大きめのボールなんですね。はい、少し重重たくなってますあ重いすんですねといった感じで、まあ、いろいろなスポーツのインクルーシブスポーツの推進を取り組んでいらっしゃるということなんですがその主な取り組みについてちょょっとおお話ししいいいたただけまますすでうか願今年度、主な取り組みは2つありまして1つ目がインクルーシブスポーツイベントの開催、はい、そして2つ目が市内の小学校への出前授業です。う それぞれの取り組みには、はいえー、本日期待いただいてます工学館大学の c l 活動に参加しているメンバーの大学生の皆さんに関わっていただいてます。はい、あのすいません、私ちょっとねあの不勉強でそのえっとえっと CLL 活動これはえっとどういった活動なんでしょうか。はい、えー、CLL 活動とは、はい、地域社会を学びのフィールドとして、はい、地域の課題をテーマに。 その解決に向けて大学生の皆さんが主体的に取り組む学学学館大学の学習プログラムになってます、はい、インクルーシブスポーツの推進プロジェクトについては、はい、昨年度から取り組んでおりまして、うん、今年度は23名の学生の皆さんに考えて実践をしていただいてますそうで,すかでその中のお二人が今日来てくださっているということなんですがじゃあまずはその宮田さんその このプロジェクトに参加されようと思ったきっかけというか、思いは何でしょうか。はい、はい、あの、私は大学で保健体育を専門に学んでいるので、はい、インクルーシブスポーツに興味を抱きました。うんえー、で、そこであの、今後働いていく中で、インクルーシブスポーツっていうのを一つの引き出しに活かせるのではないかと思って参加をしました。確かに、何かその経験にね、活かせそうですよね。さあ、峰田さんはいかがですか。 私は大学生のうちにさまざまなことにチャレンジしたいと思って数多くある CLL 活動の中から、えっと、インクルーシブスポーツ推進プロジェクトを選んで参加をしました。 素晴らしいですね <laughs> 確かに、ね、その学生さんとか大学生の時だけしかできないチャレンジみたいなそういったのもあるのかなと思ったりもするんですけれどもえでは村瀬さんその今年度の取り組みの一つであるそのイベントについてお話しいいただけますでしょうかはいはい、先月の10月の14日、はい、スポーツの日に「伊勢スポーツフェスティバル2024」というイベントを開催しまして、はい、その中で インクルーシブスポーツコーナーというものも開催させていただきました、はい、そちらは近隣の市町と連携して広域的な事業としてボッチャの交流大会やインクルーシブスポーツ体験コーナーを開催し、はいはい、伊勢市民以外の方にもたくさんご参加をいただきました、はい、なお CLL 活動に参加している大学生の皆さんに インクルーシブスポーツ体験のコーナーを企画し運営していただきました。あら企画して運営もされたということで、今映像が出ておりますが、まあ皆さん楽しそうですね。体験コーナーではこれどんな種類のスポーツが体験できるんですか。はい、すべ、はいえー、て大学生が企画しまして、はいえー、こちらのボッチャーやモルック、はい、また音に反応して行うエスエスピンポン、ーゴールボール、全部で8種類。 ありまして、はいえー、その体験コーナーでは、えー、小さなお子さんからご高齢の方また障害のある方、うんえー、約500人に<お>、えー、参加いただきまして、えー、楽しんで いただいたイベントになっていますうわ。すごくたくさんの方が参加されたんですね。さあ、宮田さんは当日、どんなことを担当されたんですか。はい、えっと、はい、私はカローリングストライクの運営と、<お>一緒に峰田さんと。全体の統括を行いました。あ、はい、あ、ですか、お疲れ様でございます。<laughs> <laughs> あの、まあ、参加者の方も多かったと思うんですけども、あの、参加されて、どうでしたでしょうか。はい。はい あの本当に年齢や性別障害のあるなしに関係なく本当に多くの方に来ていただいて、はい、とても楽しんでもらえたと思います。 また、あの改めてインクルーシブスポーツっていうのが、本当に誰もが楽しめるスポーツなんだなっていうのも思いましたし。はい、あとは参加者の方がまたやりたいって言ってくださったので、それがとっても嬉しかったです。ね、なんかそういう声がまたその中励みになったりとかするんじゃないかなと思うんですが。さ伊佐治さんはこのイベントご存知でしたか。そうですね、あの、このイベントちょっと取材させていただきまして。はい、はい。で、恥ずかしながら、初めてインクルーシブスポーツをこの時に知ったんですけども、はい。本当。 皆さん楽しんでる姿が印象に残ってまして、うんはい、その時に三枝さんにねインタビューをちょっとさせていただいたんですけどもそうですね私もこのやっぱり多くの参加者の皆さんの笑顔とか楽しんでる姿を見ることができて、うん、とてもやりがいを感じました。うん なんか私も参加したいなってちょっと思っちゃいました。<laughs> <laughs> さあもう一つの取り組みがございますね、村瀬さん。小学校への出前授業これについてお話しください。はい。令和6年度は新たな取り組みとして、はい、市内の小学校を対象に、え、はい、大学生によるインクルーシブスポーツ体験の出前授業を実施しております。はい。今年度は10月と11月の2ヶ月の間に。 市内6つの小学校で計7回行っています、えー、7回もですかこれは一体どんな内容なんでしょうかはい、はいえー。こちら前の,あの、はい、ボッチャ等のインクルーシブスポーツを楽しく体験していただく事業内容となっていますあ、はい、特に小学校3年生以上の児童にはご高齢の方や障害のある方と一緒になって楽しくスポーツできるには どのようなルールや方法が必要か、えー、こちらから質問させてもらいながら、えー、考えてもらっています。ああ、ただそのやるだけじゃなくていろいろ考えるっていうそういう授業もありますね。ええー、そしてです、ね。今映像が出ておりますが、あれ、ミネタさん映ってましたね。今、あ、写ってました。<laughs> はい、どんなことされたんですか当日は。<laughs> はい、私は授業の進行を担当しました。はい。時間配分とか担当学生の割り当てをこ<あ>のスムーズに行えるように。 意識をしました。なかなか難しそうですよね。授業を進行していくって考えるってあのどんな感想をお持ちですか。はい。えっとインクルーシブスポーツのえっと魅力とか楽しさを、はい、やっぱ直接子どもたちに伝えることができるとてもいい,いい機会だと思いました。うん、またちょっと私たち学生改めてインクルーシブスポーツについて学ぶ時間となってとてもいい。 時間を過ごすことができましたそうですか。この日は宮田さんもご参加されたんですかねはい、峰田さんと一緒に参加させていただきました、えー、今映ってたかどうかっていうのはちょっとね <laughs> 私見つけられなかったんですよごめんなさいねいかがでしたか参加されて、はい、すごく子どもたちが熱中してくれたのでその姿を見てもっと他の小学校で授業ができたらいいなって思いました 確かにみんな来てほしいと思いますよ。うん、でですねえ、小学生の皆さんにお話を伺いました。こちらご覧ください。やったことありましたか。はい、うん。どこでやりましたか。教室で。教室。とボールを弾いたりと近寄せたりするのが楽しいです。楽しかった。楽しかったえ。どんなところが楽しいですか。勝つ場所。勝つところが難しくはない。 難しくはない、うん、白いボールに近づけるのが難しかったです<ー>なんか怪我しとるてでも楽しくできるのがいいなとそうなんだどんなところが楽しかったですか投げるところですろ障害を持ってる人や怪我をしている人でもできるゲームで面白いなと思いましたかわいいですねあの最初の小学生のお子さんはなんか松葉杖持ってたんですけど怪我されてたんですか <laughs> はい ああじゃあそうやってまあ怪我をしていても楽しめるようなそういうスポーツがあるということなんですね。で村瀬さんその出張授業ではどのような手応えを感じられましたか。はいえっ、ー、と現在四つはいの小学校で出前ン授業を実施しておりますがはい本当にあの授業が非常に楽しそうに取り組んでいるかなと実感しています。はい、はい、でまたあの分かりやすいえそして楽しい授業を実施している大学生を すすごくく頼もしく思っています、はい、あの授業内容から当日の進行までも全てを行っていただいてましてあ、はい、その過程において学生自らもインクルーシブスポーツを深く学んでいただく機会にもなっているのかなと思います。 ね、あの参加した児童の皆さんもそうやってこう大学生のお兄さんお姉さんがこう近くで一緒にこう、ね、あのやってくれるのってすごく何て言うんでしょうさあ工学館大学のお二人は今回の体験をその今後ねどのように生かしていきたいかっていうのをお話を伺いたいんですがでまずはじゃあ宮田さんからお話しいただけますか イベントや出前授業を通して子どもたちのすごく楽しそうな姿っていうのを見られたのでインクルーシブスポーツを授業に盛り込んだり、はい、あとは学校と地域をつなぐ体験プログラムとしても使っていきたいなって思いました。はい、またあのスポーツだけでなくあと年齢性別障害のあるなしに関係なく、はい、みんなが楽しめるっていうことを考えられる子どもたちを育みたいなと思います。 いいですねそういう,こう将来の、ね、お子さんへの教育に何か、ね、いいつながりができるといいですね。田さんはいかかがですか、はいはい、インクルーシブスポーツの最大の魅力は年齢や性別障害のあるなしにかかわらずに誰でも楽しめるスポーツのことなので、はい、この魅力をもっと多くの方に発信できるように、はい、あの頑張っていきたいいと思います、はい、もうたくさん発信しちゃってください。<laughs> ありがとうございますささん 今後の展望をお聞かせください。はい、はいえー。昨年度から工学館大学、えそして今年度は近隣市町や民間企業と連携しまして、まあ、はい、その活動の輪を広げておりますが、え、はい、また次年度に向けて関連のえする団体との連携をさらに深めて、うん、共生社会の実現に取り組んでいきたいなと思っております。はい。えまたですね、はいえー、現在伊勢市の方でインクルーシブスポーツ推進をするために、うん。 ふるさと納税型クラウドファンンディングを実施しております、はい、皆様から頂きましたご寄付はボッチャの大会をより充実させるためにボッチャ用具の購入費に充てさせていただいたり 1>,、はい、1月開催予定のインクルーシブスポーツイベントの事業費として使わせていただくご予定ですので、はい、この活動の輪を広げるためにも是非ご支援ご協力をお願いいたします。はい ただいまですね画面上に QR コードですね、はい、え出ていると思います、はい、ぜひそちらを読み込んでいただきまして、はい、ページを特設ページを見ていただけたらなと思いますはいちょうど画面左下でございますねよろしくお願いいたします,しますありがとうございますここまでは伊勢市教育委員会事務局スポーツ課の村瀬さんと 工学館大学四年生の宮田さん峰田さんに伊勢市のインクルーシブスポーツ推進についてお話をいただきましたお三方ありがとうございましたありがとうございました,ました次回の瞬間見えは11月の6日水曜日ですね党委員長の話題をご紹介する予定となっています以上瞬間見えのコーナーでした